にちは、ガミくんです。今回は16の極と間違えて11の極に行こうと思います。いや、これね、なんかツイッターでね、リプをくれた方がいたんですよ。そのノンノアルファ艦隊で11の極行ってくださいって。で、もしかしたら勝てるんじゃないのかな。まあ、リプくれた人がそのめちゃくちゃ運ゲーだったけど勝てましたっていう、なんかスクショ付きでくれたんですよ。ノンノアルファ艦隊で11の極勝ってるみたいな。なので、めちゃくちゃ運ゲーだけどいけるのかと思って。で、今、見てもらったら分かる通り、完全にもう完成されたノンノアルファ艦隊なんで、まあいけるかなーって思って、やっていこうと思います。こんな感じで固めておけば、全敵ロックオンとかもろもろ合わせてかなりいけるんじゃないのかなと。あとは友情だけでだいたい同士半分くらいは削れるんで、こんな感じで多分これでもまだ倒せない、で、これどっちだろう。左上かな。左下だったらワープが邪魔でめちゃくちゃめんどくさそう。上、よし、よし、これならいけたね。下も処理できる。で、次、まだ移動じゃないか。どうしよう、殴って倒せるかな。あの赤リードラ、あ、やべ、弱点じゃなかった。このリドラがね、あれなんですよ、ワープを展開してくるから、こいつらを倒さないことにはいつまでたってもワープが残ったままなんですよね。いや、きつっ。フェース使って倒そうか。多分いけると思う。お、強い。ここからはね、やっぱりワープがあるから配置難しいんで、結構運ゲーになる。まあ、リプくれた人もね、やっぱり運ゲーだったって言ってたんで、まあ、安定しての勝利は難しいかな。どうしよう。魔導士倒す。いや、サメを倒してリドラも倒したいけど無理でした。でも、右下がいい調整できたね。で、右上だったかな？あ、違う、こっちか。いや、これはもう横勘でいいか。で、次右上か。くっそ、マルチのあれするとな、全員が HP になって誰が誰だか分からなくなるのがちょっと大変。あとは友情で倒せないかな。いや、全然ダメ。でもリドラがいなくなったことでワープ1個だけ1個だけのワープって初めて見たかもしれない。あれってやっぱりあそこに入ってあそこから出てくるのかな。あ、消えた。あとはこれ縦勘で味方固めながらやっていけばいいかな。そういえばね、今日お昼ラーメン食べたんですよ。で、まあ、別にラーメンの味とかは何も別に言わないんですけど、その隣にいた、その何歳ぐらいだろう、多分30代くらいの人かな、モンストやってた。初めて見た、そのモンストを外でやってる人。いや、ちょっと前ならね、2、3年前くらいだったら、その別に外でやってても別にふーんくらいだったんですけど、今このちょうど6周年、まあそろそろ5年ちょっとか、5年ちょっと経ってる今で、モンスターやってる人ほとんど見なくなったなって思って、で、久々に見てちょっと一人でテンションは上がってないんですけど、へーって思ってた。で、こんにちは、ガミくんですとはまあ言わなかったんですけど、いやー、ちょっと、これ残る？おお、すごい。もうすごい、なんか今すごい運が良かった気がする。
じゃこれも結構削れるんで強っ。いやワープあったら適正だね。崩壊しそう。いやいったいった。何今のエナサ、こんな攻撃あったっけ。くそ、あのハート取れねえ。金になったから、あーそっちかで回収して、ここに抜けたいな。無理かな。くっそ。え、ちょっと待って、次誰だったっけ。下の HP だったかな。できれば今真横のあの HP に来てほしいんだけど、どうしよう。ブロックゲージ切ってブロック発動させないで横間で配置して、いやさっき中ボス2で死んだからね、初手で多分 SS 使って削らないと厳しいと思う。うん、でこれで倒す。はい、っていうか倒せるのかな。今倒すって言ったけど SS でどれぐらい削れるのかよくわかんないんですよね。でも削り的にいけるかな。お、めっちゃいい位置、横間でいけるか。いやこれでちょっと今後の攻略難度がわかるからな。いやこれの横間で攻略難度決まるからな。どれくらい削れるんだろう。お、強っ。もう一回。くっそ。あとほんのちょっとあれば。いやでもこれなら多分削り切れるかな。うん、これで2体友情出して削れないかな。いや全然削れない。やっぱ直殴りか。いやもうあと5ターン以内に倒しきらないと。ていうか5ターンも耐えきれるのかどうかすらわからん。いや SS はさすがに使えないな。もう、うん、弱点殴れば意外といけそう。もう一回。くっそ。いやなんとかあとこんなこのミリ残し削り切りたいな。どうしよう、縦か、縦にしようか。縦で下から出てきて上の弱点を殴るっていう。いやーうまくいって、うまくいって、次がエナサーだったかな。これワープ乗ってるかな、これワープ乗ってるかな。よし乗ってない。よしギリギリ危ない。で SS 使えるか。いやもうボス特攻だねこれ。遊んでる暇ないわ。いや配置悪っ。縦勘でいける。これ2回ぐらいしか殴れる。3回殴れたらいい方かな。おつい。いや防御ダウン前でこれか。ちょっと防御ダウンして1回当ててみたいね。いや SS は強い、 SS 強いけどワープ欲しいな。ワープあったら11の悟空かなり楽に貫通ゲーになったね。そしたらそうするとどうしようかなこれ。これで戻ってもう一回殴って、よし窓処理できた。あとはどうしようかな。これはもうワープ乗ってるから何もできなくて、おでリドラが上に来てくれないとな、話にならないんだよね。友情出そうかサメを殴ろうか。でも多分友情でいけるよねきっと。4ターンあればあいつら回復しないし、でいやまだ来ないか。早来て上に。どうしよう剣持って。でも下手に殴ると倒しそうだからな。
とりあえず友情だけ出しに行こうか。あ、今どんな動きした？くっそ、なんか死んでるワープ運ゲーだな。いや、このミリ残しか。くっそ。まあ、あっちは友情で死ぬ。こっち2回殴って倒せるかな。いや、きつい。またダメか。SS 使うか、これ。殴れるか、2回。いやー、きついな。いや、でもきつそう。いや、ダメだ。殴れそうにね。上も無理だな。ここはどうしよう。諦めて横貫しておこうか。倒しそうだし。で、上に来たところを、殴って倒しつつ、友情でやれればいいかな。で、これ友情で。いや、いかないの。マジか。いや、きついきつい。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これ縦貫できる。危ねえ。危ねえ。助かった。よし、オッケー。で、一段階目だけど、撃ってみようか。いや、でもその前にちょっと回復しないと死にそうだから、回復します。一段階目でこれだからな。で、ここから何もしてこない。あ、ワープ展開だけかな。どうしよう。これでなんとかボスを殴らずに終わりたい。よし、オッケー。めっちゃいい位置で、1段階目だけど SS 投下。あ、お前だった。じゃあそっちか、その配置か。くっそ。あ、またブロック戻します。くっそ、お前だったか。どれだけ削れる？1段階目で1段階目で2000万か。2段階目で打ったらどうなるかな、ちょっと気になる。くっそ、そっちだったか。めっちゃ削れてる。2段階目で打ってみたかったね、やっぱり。これは、ああ、ダメだな。2回も殴れなさそうだな。どうしよう。まあ、1回殴って、そうだね。1回殴って友情拾う感じかな。お、2回目いける。ああ、やっぱちょっとずれるね。ワープの量多いんだよね、ラスゲは。だから運ゲーになる。まあ、これは多分サメは倒せるんで。いや、きつ。あとはここか。この真ん中のこの横間のスペースになんとかして配置したいな。撃つこれ。一応2回殴れるけど撃つか。多分斜め打ちで戻ってくればいける。いや、これで。いや、あとちょっとでいけそう。いや、ザコムシで倒すなんて初めて。いや、あと4ターンであのサメは、でもあのサメは友情で倒せそうだし、まあ、とりあえずサメ倒して、魔導士だな、上の魔導士がちょっと、いや、なんとか、いや、でも3ターンだったら、あの右上の、いや、ダメだ、ワープに乗ってる、ダメだ、やばい、そして下の魔導士もやばい、どうしよう。これ、いける、いける、これ。下殴っていくか。いや、きついな。これで上倒して、下の魔導士も2ターンなんだよな。いやー、きつい。いや、これ SS 一発弱点に行くこと祈るしかないな。どこ？横。下から下のこのちょうど2つのどっちかに出ればいい。確率は5分の2か。40%。出れば勝てる。ワープ運ゲーだね。おし、来た！はい、終わります。バイバイ。